みんなが選ぶ注目アプリベスト10やってまいりました。はい、始めました。どうも、めちです。どうも、アンソニーです。はい、まあ、こちらのコーナーですね。はい、アップメディアの、記事閲覧数をもとにしてですね、うん、ユーザーの皆さんが注目しているアプリを紹介していくというコーナーでございますと。今月版ですか。はい、今回8月集計版ということで、はい、8月の頭から、末までの、うん、記事閲覧数ですねを元にしてまして、まあ、リリース予定のアプリ10個ですね、うん、をランキング形式で紹介していきたいなと、はい、いうことなんですけども、なんとですね、はい、ちょっと今回の動画は、うん、豪華な企画を用意してまいりました。はい、なんとアンソニーがランキング当てられればギフトコードプレゼントというね。さあ、身が重い企画やってまいりましたが、これ、ね、どういう企画かと言いますと、うん、今からですね、はい、そのランキングトップ10入りしてるタイトルを、うん、アンソニーに全部お見せします。はい、でその中から、まあ、アンソニーがそのねタイトルをランキングをまあ順番につけていくと、うん、で正解数に応じてギフトコードのね金額を増減したものをプレゼントしようと。なるほど。いうことでございまして、1問正解だと1500円、はい、3問正解で3000円、はい、5問正解すれば5000円プレゼント。10個中5問。10個ね、うん、全問正解だったらちょっとじゃあ俺交渉するわ、うん、交渉してさらに金額上乗せしてもいい。そうね、10個で1万円。まあまあまあ、ガチコリ頑張るわみんな。オッケー、期待して。でも俺マジやらせなしだから。本当にやらせなしで、これ本当にすまん、うん、1個の場合は。まあ、まあでもそれ、まあ、これこっからも先もやっていくでしょ。そうですね、一応、まあ、なんでこれから先のランキングの企画として長い目で見て、俺が1個の場合もとりあえずは俺の成長を見守るっていう面でも、まあ、そこは優しくしてほしい。はい、はい、でこれ一応あの応募概要欄の方に Google のねフォームありますんで、うん、そちらから、必要事項を入力していただいて、あの動画のどこかで、うん、キーワードをね発表したいなと思ってますので、はいはい、そのキーワードを Google フォームに入力していただければと、うん、いうことでございます。なかなかに手の込んだ企画ですね。はい、ちょっと早速やっていきましょうか。はい、やっていきましょう。ラインナップこちらです。これですか。はい、この10個でございますと。はいはいはい。アンソニー君にはどうかなとか言いつつ、ランキング要は決めてってほしい、自分なりの。いくよ。はい、ヴァンガードも結構ねやっぱ注目されてると思うけど、はいはい、カードゲームなんで。カードファイト、ヴァンガードゼロ、うん、下の方かもしんないですね。クソむずいバリを言うとか思ったけどヴァンガードゼロ、こちらブシロードさんからリリース予定のタイトルで、うん、人気カードゲームのスマホ版ということで、でルールがこれ結構スマホ用にね最適化されていると。ほー、なんでまあ、シリーズ結構遊びやすくなってるみたい でこれ8月の中旬かなにベータテストがね開催されていたんですけども、うん、アップメディアの記事の方でこれ先行プレイレポート公開してますんで、まあ、ゲーム性より詳しく知りたいよって方はね、そちらの記事の方を見てもらえればということでございます。このスバは、うん、このスバ東方2つは下の方、 FF も。ほう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 、 FF も。なるほどね。いやちょっとガチでむずいわちょっと待って、これね全然余裕じゃないやん、全然むずいし、東方の順位がわからん。はい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 。90で決め打ちするとまずい気もしてきたその東方プロジェクトとか言われて。そうなんですよ、ビビってるんで。こちらちょっと補足しますと、うん、東方プロジェクトっていうね、はい、その有名 IP ものを使っていまして、うん、まあ、弾幕シューティングゲームですよね、うんうん、それのまあシリーズの。はいはいはい、なんか見たことあるわ。そうそうそう、パソコンとかでこう、うん、ちょっとずつ動かしてくるみたいな。分かった、それか。それの、まあ、シリーズのスマホアプリと。でこれキャノンボールに関しては、うん、シューティングとかではなくてスゴロクみたいなねボードゲームになっていて、ゲーム内通貨の CB っていうものを多く稼いだプレイヤーが勝利。人生ゲーム的なやつか。そうそうそう。で逆にロストワールド、これはもうシンプルな RPG らしいですね。もうじゃあどっちも弾幕じゃない。弾幕ではない、もうなるほど、完全に二次創作の別のゲームになっていて、はいはいはい、ロストワールドに関してはバトルシーンとかってのはまだ不明なんですけども、うん、まあ、キャラのイラストがかなり可愛い感じにできてる。なるほどね。これどちらもちなみにね、はい、これ結構有力な情報ですけども、事前登録、はい、どちらも20万25万とかっていうぐらいのかなり人気なゲームでございます。ちょっと待って、方法だけ分かれば俺分かるんでガチで東方の順位だけ急に2つ教えて。東方ダブルでちょっと多分俺連番だと思うんですよ絶対に。ほう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 。いや、いや、おお、それ正解。鋭い正解。じゃあ東方の順位だけ教えて、ちょっとなんでだよ。そこだけ分かった。いやだからそれは正解2連でいいから、残り8個当てればいいやん俺が。そっから残り、あ、そっから 5問正解。3個当てるよ、3個。
あ、違う、5個当てるわ。分かった、5個当てるわ。8分の5でいくわ。8分の5でいくわ。東方線分かれば勝てる。東方線分かれば勝てる。ダメです。いやいやいや、それはほら、視聴者も切れてる。何で教えるんだよ、バカバカ。あ、俺は逆に。お前教えろよって。メッチちゃんとしろよ。5000円横方線分かれば勝てる。東方線分かれば勝てる。ダメです。いやいやいや、それはほら、視聴者も切れてる。何で教えるんだよ、バカバカ。あ、俺は逆に。お、はい。キャノンボール5位、うん、いい。ロストワールド6位。ガチど真ん中です、この2つ。逆にわからん。上4つをとりあえず当てるわ。上4ついきます、僕先に。はい、上4つ埋めます。いいですよ。マリオカートがまず絶対1位。ほう。で、北斗の拳絶対入ってる。ほう。で、この2つは確定。うん、2つなんだけど、ディズニーが強いんですよ、こいつ。うん、確実に入ってくる。なので、ディズニーが3本目になります。ほう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 。で、4本目なんですけど、はい、バディファイターカードゲームなので下ですね。なるほど。そこまで興味ない。下4つに入ってくる。はい、なるほど。じゃあもう決めますわ。はいはいはい、上4つとりあえずもういきます。いいよ。1位マリカ。おう。2位、はい、ホスト。おう。で、3位に、いや、2位がディズニーか、これは。いや、3位ディズニー。ほう。で、4位がドラクエ、ドラクエウォークとなりました。なるほどね。はい。でですね、7位がこれめっちゃおもろいわ。7位やってる側めっちゃおもろい。7位、8位、9位、10位ですね、あと。はい。まあ、アークナイツと、うん、このスバと、はい、FFB、 はい、あとバンガード、ね、はい。じゃあ下やっていきますわ。はい。アークナイツドベで。アークナイツいっちゃう。下、はい、なるほど。で、その上に FF 入ります。ほう。で、このスバ来て、はい、カードファイトで。なるほどね。で、東方ロストワールドキャノンボール。だから7位カードファイト、8位このスバ、はい、で FFB アークナイツの順ですね、はい、お願いします。いいですか。ごめんみんな。でもね、上打つは自信あんだよ。だから下が1個でも当たれば5000円ですね。いや、上4つもちょっとディズニーと、ディズニーが2位の可能性あるわ。まあでもいいや、もうこれもう変えない方が、1回決めたやつは変えたらね、みんな良くないっていう。第6巻ってあるしね。そうそう、それでいくわ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。わかりました。それでは結果発表いきましょう。今回のキーワードはキノピオ。第10位から10位、はい、この素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズということで、この時点で情報がやっぱりね、割と最近出たばっかりだったんで、はい、アンソニーは確かにこのスバ好きって聞いてたんで、うん、ちょっと上に入れるかなって思ったんでおもろかったんですけど、うん、実はこのラインナップだと一番下でございましたと。この時点で2つ外れたね。積んでる。続いて、はい、9位、はい、アークナイツ。はいはいはい。なるほどなるほど。はいはい。そして8位、うん、 FFB 幻影戦争ということで、ちなみに7位がカードファイトバンガードゼロということで、はい、正解ですね。正解です。ここで初めて正解で、6位が東方ロストワールド、はい、5位東方キャノンボールということで、はい、トップ4ですね。なるほど。この順位、はい、いいですか。もうここで決まるよ。はい、ディズニーがマジでどこに入るかで決まる。ごめんみんな。1位は絶対マリオカートだわ。第4位、はい、ドラクエウォーク。当たってます。第3位、はい、ディズニーツイセットワンダーランド。え、俺ディズニー3位って言ったか。あ、そっか。そっか、俺ディズニー2位って言ったかと思った。僕と勝てとか言ってたわ。これでもだから3問正解したんで3台は獲得。え、てかもう勝ちじゃん。もうでも俺マリカワに1位なわけ、1位じゃないわけないでしょ。第2位、はい、ガチ北斗の拳。ねえ、ちょっと今行く。あ、またね。じゃあ5000円じゃん。来ました、上4つジャスト5問正解。1位がマリオカートツアー。下むずまあでも上をね、次からもね、確定で当てれればびっくりした今。勝てるわ。上のね、4つのラインナップに関してはもうビンゴ、ジャストで全部当てた。さすがに上はさ、だいたいわかるくない。いや、すごいよ。でも業界いるんで。
なんたってそんな詳しいのかって感じだけどもマリオカートは確定よ。はいはいはい、まあ、ディズニーやったね。ディズニー3位でしたね。今回の勝ちの鍵はディズニーでした、うん。いやでも、よかったよかった、すごいね皆さん、結構マジですごいよこれ。5000円、はい、じゃあ1人にあげるんですか。1名様に。なるほど。見事5000円ギフトコードをプレゼントさせていただきます。素晴らしい。はい、でちょっと改めて応募方法なんですけれども、うん、こちらアップメディアゲーム情報局のねツイッターありますんで、はい、そちらまずフォローしていただいて、このキャンペーンの該当ツイートをリツイートしてください、うん、はい、で、この概要欄の方にある Google フォームに必要事項を記入してもらって、この動画のねどっかに入っていたキーワードも入力していただいて応募完了となりますと。なるほど、いうことでございます。え、待って、初戦は良かった。いや勝ちで飾れてすごいねまあちょっと東方のねまあそうよ、そこずるずるだよ。いや、ワンヒントくれんとかちょっときついとこあるかもしれない実際次からまあ確かに確かに、ちょっとこれあれ今後あの他のランキングの動画でもこの企画、ね、ぜひぜひやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、難問正解でいくらとか、うん、そのヒントを出すかどうかに関してはちょっとねその時今後はい僕らもいろいろとスキルが欲しい、スキルなるほどね、ライフラインとか50-50とかテレフォンつって向こうに聞きに行くみたいなそういうのあっていいと思いませんか。確かに確かに面白いです、ね、まあなんで、はい、次からもちょっと下の方のね予想をうまくできるように頑張りたいです。はい、はい、ということで、まあ、ちょっとね面白い企画持ってきさせていただきました、はい、多分あんまりそんなに人数多くないんで見てる人ね。確かにこれ当たるよマジで、割と当たる可能性は高いかもしれない、ぜひ皆さん応募していただければというふうに思います。はい、お願いします。それから、拡散もねしていただければということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネル他にもいろんなゲーム情報を載っけておりますので、ぜひチャンネル登録それから高評価の方もよろしくお願いいたします。お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。